こんにちは、とぼりです。今日はこちら NJM317 仕様可変安定化電源キットを組み立てていきたいと思います。そう、ついに安定化電源デビューをしてみようかと思いまして、こちらのキットを秋月電子で買いました。皆さん、安定化電源ってそもそもご存知ですよね私はあまり知らなかったんですけど、そう、電子工作をしていると 5V とか 3.3V とか決まった電源が必要な時があるじゃないですか。そういう時に AC アダプターとかを使えばまあいいっちゃいいんですけど、例えばね、乾電池とか使ってやってると電池がテストを繰り返しているうちにどんどん 4.5V ぐらいのやつ入れてたとしたら、気づいたら 3.5 とかに下がってきちゃって、そのせいで動いてなかったみたいなことが起きたりするじゃないですか。でそういう時に一定してずっと 5V 出し続けてくれるやつとかあったらいいのになって思ったら、あったんですよ。それが安定化電源というものだったらしいんですよ。でちょっと調べたら結構ね、いいやつがあって、そういうのはまあまあいいお値段をするんです。使ったこともないし、まずは手始めに安定化電源っていうのがどういうものなのか知りたかったので、秋月電子を探したらやっぱりキットがありました。500円税込みなんですけど、こちらを買って安定化電源っていうものが何なのかっていうのをね、デビュー戦として試してみようかなと思って買いました。じゃあまず中身開けていきましょう。これは丁寧な感じで説明書も入っていますね。こちら説明書です。なんかちょっと破けちゃったこういう感じですね。結構しっかりした、おー、回路図もついてる。こんな感じで中も結構しっかり、基本的な組み立て方、組み立て手順、っていう感じですね。用意するものとかもちゃんと書いてあるので結構親切かと思います。で完成するとこんな風になるんですね。ほう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 。入っているのがこちらですね。細かい部品はジップロック的なのに入っているので後で開けて紹介します。基板はこんな風になっています。もうすごい綺麗にプリントされてる基板だな。そんなになんかハンダ付けするところがめちゃめちゃ多いって感じじゃないですね。数十分あればできるかと思います。こちらが主役の NJM317F というものですね。これが DC ジャックで、104番のセラミックコンデンサーが2つと電解コンデンサーです。ダイオードが2本と180オームの抵抗が1本、半固定抵抗ですねが1つと、コネクタが同じものが2つ入っています。これよく見かけるけど私よく分かんなかったんですよね。これターミナルブロックって名前だったんですね。プラスチックのちっちゃいネジが入っています。これで部品は全てです。これをもう説明書通りに組んでいけばいいと思います。それではハンダ付けをしていきます。説明書によると、最初につけるのは背の低いものからなので、この辺りをつけるそうです。順番につけていきます。あるね、ここか。ここに180オームのやつを刺してひっくり返して足を伸ばす。ということで完成しました。こんな風な仕上がりになっています。ハンダ付けが今回すごく難しくて、フラックスも塗ったんですけどやたら弾いてしまって、こんな風な、ちょっとね、何回もやり直したんですけど、芋ハンダくんが特にね、説明書にも書いてあったんですけど、このヒートシンクが熱を放出するものだから、ハンダもすごく固まりやすくなっちゃってて、なかなかハンダがつきませんって書いてあったんですけど、なかなかここが乗ってくれなくて、すごい芋っていう感じになってしまいましたけど、結構頑張ったんですけど、こんな感じです。で肝心の使い方なんですけど、ちょっとよく分かりません説明書によるとこんな風に書いてあります。 VR1 を一番左に回してテスターまたは電圧計を接続して電源を投入します。 VR1 を希望する電圧になるまで右へ回します。そもそもこれが2系統って書いてあるので、ちょっと2系統の意味がいまいち分かってなかったんですけど、多分、見た感じ電源を入れることができるのがこことここにあって、電源を出すことができるのがこことここにある、それぞれ2つずつあるから2系統だよっていう意味なんだと思います。でこれが半固定抵抗なので、これをぐるぐるぐるって回すと 0V から 5V にっていうのをこう変えることができるっていう感じなんじゃないかな。説明書に書いてある回路図とか見てもそんな感じな気がするんですけど、自信がないな。多分2系統使えるから、こっちを出力としてブレッドボードとか基板に挿してももう一個空いてるから、ここにテスターを挿して使えるんだよみたいな感じなんじゃないかな。
怖いな、電源系はねちょっと恐ろしいから手をつけてなかったんですけどね。まあちょっと頑張ってやってみましょう。燃えないといいけど。この安定化電源の入力電圧範囲が5から 24V、 出力が 1.3 から 15V だそうなので、入力としては 12V 出せる AC アダプターを改めて買ってみたので、これを使って流していこうと思います。まずアダプターを挿すでしょ。ここの挿すところがあるのでここに挿します。OK で、こっちの先端は後でつないでおきます。今はつないでなくて、ここにうっすらマイナスとかね、ちゃんと極性が書いてあるので、こっちがプラスでこっちがマイナスっぽいですね。まずプラスをここに入れて、ドライバーで回して、これ本当にこれでいいのかな、こうして、あ、ちゃんと抜けなくなってる、すごい、しっかりつながってます。先端はこういう風にクリップになっているので、これをテスターの先端につなげていきます。挟んで挟んで、いけるかな、電源オン、あ、もう 1.2 ある、え、怖っ、ちょっと回してみますね。あ、すごい手汗かいてきた、怖っ、爆発したらどうしよう。 これをこうね、ちょっとずつこう回すって書いてあった。あ、すごーい、上がった、いや見ました、ここのとこが電圧が 12.69 が 12.86、 おお、 1.6 とかになった、あーすごい、 2.3 とか、これ以上も上げたくないよ、怖っ、怖いよ怖いよ、でもすごいね。説明書によると、入力電圧は出力電圧より 3V 以上高いものを用意します。低い電圧を高くすることはできませんとのことなので、 12V の入力をしているので9とかぐらいまでは出るんじゃないかな。ちょっと恐ろしいけど、ちょっと、あ、今のところコンデンサー熱くなってない、5ぐらいまではちょっと勇気を持って上げてみようと思います。あ、すごい、もう4、こんなのもあれだよね、なんか LED とかつけたりとか、 LED はもう十分つくか、なんか Arduino とかもとっくにつきますよね。あー、すごいすごいすごい、 5.2、 おーすごーい、うわーすごい、もうなんか、すごいね、ちょっと、怖い怖い、これ以上上げたくないな、ちょっと待って、怖ー、6V になりました。あ、大丈夫かな、大丈夫だね、はあ、でもこうプロにそばにいてほしい。7、9、8、あ、8だって、8とかもう9とかいったらさ、あの大きい電池ですよね、わかります、あの大きい電池みたいな、あ、私も多分9以上上げたくない、はあ、あ、下げます下げます下げます、あ、ここと、あ、戻りました、はあ、爆発しませんでした。よかった。ハンダ付けちゃんとできたみたい。もう今年一恐ろしかったです。私は。とりあえずこれで少なくともこの入力端子と出力端子でうまくいってるってことが分かりました。これで好きな時に好きなように電圧をかけたりすることができるみたいですね。わ、すごいアイテムを買いました。いきます。おー、待ってる。2.9 から3.6V の間で動くので、ちょっとずつアップしてみましょう。 2.6 まで、2.2 2.3 2.2、おお、ついてきたついてきた、おお、ピッカピカですね、いいねいいね、はい、ちょっと弱めてちょっとアップして、あー便利だなこれ。はい、というわけで今回はこちらの秋月電子で購入した NJM317 仕様可変安定化電源キットで安定化電源デビューをしてみました。また一つ使える部品が増えました。安定化電源自体は割と電子工作初心者の段階から持っててもいいんじゃないかなって思ったりもしたんですけど、本当の本当の本当に初心者の場合はキットを
買うのはおすすめしないかも。ちょっと使い方が難しくて、私だったら多分絶対に何か壊したり爆発させたりしてたなと思います。なのでちょっと本当の本当に初心者だっていう時はちゃんとしたもの、説明書がついてるようなしっかりしたやつを買った方が安全に生きていけると思います。また次の動画でお会いしましょう。ではでは。